さあ始まりました。久々のオープニングなんですけど、今日はですね、あのゴーストで釣った池に久々に来たんですけど、今見た感じなんか減衰してて結構水もクリアで、見えバスが結構ちらほらいるんですよ。なので、今日は、ピックゲート縛りで行こうかなと思ってます。メインが、クラッシュナインの東京ゴールド、これゆうたろうくんからもらったんですけど、バチバチこれでちょっと超過上げてて、もしかしたら今日もワンチャン釣れるんじゃないかなと思って選びました。それでは行ってみましょう。はい、池に着いたんですけど、よいしょ、なんかちっちゃい小バス、なんか10センチぐらいの小バスがうろうろしてますね。今日めっちゃ暑いんですよ。タオル持ってくればよかった。待って、足元にでかいのおる。待って、あ、逃げた。それは見えたけんやろうな。結構でかかったよ。40後半あったろうな。うわー、ちょっと待って、うもう一匹出てきた。あ、もう一匹、見よる見よる見よる、でかい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 、でかいぞでかいぞ、でかい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 、うわ、ガン時に限って、あ、でも見える見える見える、うわ、もうなんか下すぎて見えん、下すぎて見えん、草で見えん、うわ、ちょっと待って、ラインが体に、うわ、くっそ、もうこういう時にはね、こう大事なシーンでこうなるっちゃん。バス釣りあるある。うわ、ちょっと待って。何？どこ行った？シェードになっとっけんかな。暑い日は、もう人間と一緒ですよね。影に降りたい。かぶってくればよかった。皆さん熱中症対策で帽子と飲み物、水筒を持ち歩いた方がいいですよ。いつでも冷たいの飲めるけん。あ、うわ、すごい。痛い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 、重たい重たい重たい。うぃー、マジか。はい、着いてすぐ、岸際べったりに結構バスが、スクールで3匹ぐらい、うろうろしてて、で、東京ゴールドで、こう、ギラギラフラッシングさせながら、シェードの周りをしつこく投げてたら、1匹下から食い上げてきてくれました。この魚、バスでーす。イェーイ。置く場所が悪すぎた。めっちゃ泥飛んできた、もう。皆さん、メジャーとか濡らしてバス乗せた方がいいです。やけどしちゃうんで。で、メジャーもこう洗えるので、車にこうペットボトルでいいので水積んどったら便利ですよ。綺麗になったかな。よし、はい、皆さん、もう一回釣ったら、ラインはもう結び直した方がいいです。だいたいもう50センチぐらいスミレは切ってます。もうこういうので、せっかくかけた魚ばらしてしまったりとか、
ね、バスもかわいそうやし、ルアーとかワームももったいないし、なので結び直すようにお願いします。でこうやって切ったラインもちゃんと持って帰ること。バッグに入れるだけやけん誰でもできるやろし、言うほどでもないか。あ、おろおろ、下に潜っていけんかった。待って沈めた方がいい感じ。結構沈めて動かす。いや、さっきついてきよったよね。うわ、マジか。でかい。よっしゃ。はい、ずっと乱眼してたら、シャローに結構スクールのバスが3、4匹見えたので、これもしかしたらワンチャンあるんじゃないかなと思って、東京ゴールド投げてたら、後ろからガーッと追いかけてきて、来てくれました。この魚、バスでーす。イエーイ。はい、デイ2なんですけど、今日はめっちゃ暑いんですよ、もう。やばい、雲とかも夏やん。やけん、ちょっとインレット。まあ、前回もインレットのところに行ったんですけど、その時まだちょっと早かったんかなーって感じだけど、今日はおるやろって感じなので、インレットの方に来てみました。もう音でわかる。あ、でもめっちゃ濁っとる。予定外なんですけど、ちょっと投げていこうと思います。結構濁っとるわ。予定外や。なんか今ドゥンってきたよ。え、待って。怖くない？何やった？なんかに引っかかっただけ？よっしゃ、マジか、早っ、早っ。ちょっと待って、丸飲み、めっちゃ元気。よっしゃ、40あるかな、あるなしやな。ちょっと測ってみよう。ちゃんと40しっかりありました。はい、あと想像以上にめっちゃ早く釣れちゃったんですけど、インレットの中に 4.5 インチのドライブシャットを入れてみたら、もうすぐバコンって食い上げてきてくれました。この魚バスでーす。イエーイ。いけいけんぞ、いけ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 。50やった。顔だけ見たら50。どんな感じだった？モサモさんとかで、すいませんみたいな声で、すいませんみたいな声で、投げる、あ、消えた。スーン、あるあるやね。今日も最後まで動画見てくれてありがとうな。おすすめの動画はこちらになってるから、ぜひチェックして。せーの、ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方は、
グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。うえ。